1>, 年1月1日は、李氏朝鮮末期の儒学者、政治家。保守的な国粹主義者で、衛生赤者運動、抗日義兵闘争を指揮したために、日本によって捕らえられた。字は、三権。号は、務より。慶機、同方川出身。14歳で、李久志郎の下で、朱子学を学んだ後、1855年に文下に合格して関東に着く。 1873年に国王、高層の父、沖きのり大院君の財政政策と鎖国上位政策を非難する上訴を提出、大院君失脚の政変のきっかけを作ったが、駅元は2年間チェジュ島で流刑生活を送った。だが、彼の大院君批判は方法論の問題であり、鎖国上位の路線については、むしろ強行論の立場に立ち、1876年の 日朝修好条規締結に際しては、斧の担いで、宮廷前に現れて、これを激しく非難した。だが、その過激行動を理由に今度は、黒山島に流される。3年後に許されるものの、現状に失望して故郷に戻り、交互改革反対論、断発令拒否を唱えた。百九十六年と百九十八年に再出資を求められるが、日本や、 独立協会を非難する意見書を出して、すぐに辞任した。第二次日韓協約締結直前、構想の要請に講師がたく、再出資に応じるもの、の、反日運動家として、日本側によって捕らえられて、ハンスンから追放されてしまう。1906年6月、全羅北道康人で門人と共に義兵を挙げるが、日本陸軍によって捕らえられて、日本の津島に連行されてしまう。 だが、日本に連行されてもなお抗議の断食を続けて間も、なく没した。